どうも皆さん、工藤でございます。本日は2022年8月7日の日曜日でございます。はい、現在の時刻は朝の6時32分ですね。はいはい、ね、これ伝わってんのかわかんないけど、ね、今めちゃくちゃ声が変です。はい、なんか鼻声っていうのかな、うん、なんかね、伝わってるかな。私編集するときさ、編集っていうかアップするとき、いつもだいたいね、アドビオーディションでエフェクトかけたりしてるから、もしかしたら若干ね違うのかもしれないけど、まあ、でも元の声がね全然違うと思うから、多分伝わってると思うんだけどね。うん、なんか鼻声っぽくなってます。はい。で、まあ、昨日ね、うん、朝の配信で、コロナに感染したかもしれないという話をしました。はい。おとといかな、うん、おとといの朝、まあ、喉が痛いなっていう話をして、で、その日はね、まあ、喉痛いぐらいで全然大したことなかったんだけど、その日の夕方でね、おとといの夕方に、お風呂上がりにね、なんか熱が上がったっぽくて、急に体調がこうなんかね、おかしくっていうか違和感をね感じ始めて、で夜ご飯を食べる頃にはもうね熱がもう上がっていたということでございます。はい、まあ、それでただのね夏風邪だったらいいなという話を昨日して、うん、昨日はですね、まあ、その夜ね熱、じゃあ一昨日熱を出して、で朝ねすごい寝苦しかったんですけど、まあ、なんとか朝起きて、で昨日の朝の配信撮って、うん、コロナかもしれないっていうね、で、病院行ってきますって話をしました。はい。で、あのあとですね、8時15分ぐらいだったかな、うん、に、まあ、病院の電話ができるということで、私はね、まあ、潰瘍性大腸炎で、まあ、通ってる病院がありますので、はい、まあ、かかりつけ医っていうのかな、かかりつけの病院というか、うん、で見てもらうことになりまして、でそこに電話しました。はい、で電話したらですね、今日の、まあ、今日というか昨日のね、昨日の、1時半だったかな、ここね、うん、午前中すぐってわけにはいかなかったんだけど、まあ1時半、午後1時半に来てくださいと、発熱外来だったかな、うん、に来てくださいって言われて、はい、行きました。で、昨日朝、まあ、喋ったかなと思うんだけど、昨日の朝の時点では、まあ、夜ね、熱あったりして、辛かったは辛かったんだけど、朝起きてからはですね、まあ、比較的、うん、まあ、元気だったんですよ。うん。熱もね、36度台ぐらいまで下がったので、まあ、こんな感じかみたいな、あ、もう治ったかもしれんみたいなね、ちょっと余裕ぶっこいてたんだけど、で、その状態のまま、一人で病院に行ってきました。まあ、車動かしてね、うん、車乗って病院に行ってきました。1時半ね。はい。で検査をしてもらったんですけど、ですね、まあ、検査の状況からまあ軽く説明すると、まあ、まず病院行くんですけど、普段ね、まあ、私は潰瘍性大腸炎とかで、行く病棟とはまた別の、まあ、部屋というか空間というか、うん、場所になってましたね。はい。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、うん、まあ、コロナ感染の疑いがある人間が他のね患者さんもいる病棟に入るわけにはまあいかないわけですから、うん、まあ、違う病棟、発熱外来の方にまあ案内されて、はい、行きました。で、まあ、病院にもよると思うんだけど、私が行った病院は、なんか発熱外来の場所なんだけど、なんかね、倉庫みたいな、うん、なんか、すごい綺麗な場所かって言われると、ちょっと違うかなっていう感じで、なんか倉庫みたいな場所に、うん、案内されて、で、そこで、なんていうの、マスクしたり、メガネっていうか、なんか、防護メガネみたいなのしたり、あとは手とか、体中にそのビニール、うん、
まあ、コロナウイルス対策用のなんかビニールみたいのをつけたお医者さんたちが、まあ、看護師さんもいたのかな、うん、が全部で3人もっといたのかな、うん、私が確認できたのはまあ3人くらい、全員男の人でしたけど、うん、がいて、で案内されて、はい、でその部屋の、まあ、椅子、一角にある椅子にねこう座らされて、うん、で、まあ、私は1時半からということだったんですけど、多分ですけど、まあ1時間、私の病院の場合ね、私の病院の場合は1時間ごとにこうローテーションするような形なのかな。うん。大体1時間ぐらいで終わって、で、次の組がこうやってくるような感じでした。はい。私が帰るときに、もう次の組がこうわーってやってきたような感じでしたね。はい。で、1組、まあ大体5組ぐらい。うん。まあ、あの一人で、私みたいに一人で来る人の方が多かった気はしますけど、はい、お子さんね、まだあのちっちゃい小学生とかね、お子さんだったりすると、まあ、親御さんと一緒に来たりとかっていうところもありましたけど、まあ、基本的にはまあ5組ぐらいかな、5、6組かな、うん、まあ、1時間でそのぐらいの人数を見るといった感じだったかな、はい。で、まあ、中に案内されて、まあ、一人一人ね、なんかあの、なんていうの、病院によくあるあの締め切るさ、なんかなんていうの布みたいなやつ、うん、で、まあ、締め切って、まあ、それぞれお互いに顔が見えなかったりするような感じになってて、でちょっとここでお待ちくださいって言われて、うん、で、まあ、保険証渡したりとか、まあ、問診受けたりとか、うん、あのお医者さんかな、看護師さんかな、来て、今どんな状況ですかみたいな、熱は今何度ぐらいありますかみたいな話を、はい、して、あ、わかりました、じゃあもうしばらくお待ちくださいって言われて、はいって感じで、もう本当にその時はね全然調子悪くなかったんだよね、うん、もう治ったんじゃねえかなっていうぐらい本当に、うん、ちょっと喉が痛いかなぐらいで、はい、全然ね、なんか自分本当にコロナウイルスに感染してるのかみたいな、まあ、してるかどうかまだ分かってなかったんだけど、うん、で、まあ、なんかメインのね、あのお医者さんかな、多分ね。うん、あのね、結構、体の大きい、なんていうの、熊さんみたいな男の先生、まあ、熊さん先生って呼んだりしてたけど、ね、熊さん先生がやってきて、うん、じゃあ、工藤さん、じゃあ次、やりますね、みたいな感じで始まって、で、改めてね、いつぐらいから熱出てましたか、とか、ね。いつ頃からこうなんか発症しましたかみたいな話をされて、で私ね、そのおとといの、まあ、夕方ぐらいに発熱したって言ったじゃないですか、おとといね、うん、お風呂上がりに、そうで朝からまあ喉は痛かったんだけど、あの発熱したりしたのはまあ夕方で、まあ、16時15時ぐらい、うん、なんですけど、で昨日も、まあ、その病院のね発熱外来すいません。うん。ああ。はい。ちょっと机にテープつけた。いて。まあ、昨日のね、発熱外来行ったのは、まあ、1時半なんですよ。で、まあ、昨日の時点で、その先生にいつ頃発症しましたかって言われて、昨日の、まあ、夕方ぐらいですかねって言ったら、ああ、そっか。ってことは、今で23時間ぐらいか、みたいなことを言われて、私はよくわかんなかったんだけど、なんかその抗原検査をやるやらないのことでちょっと迷ってたみたいで、先生はね、熊さん先生が。うん。おそらくだけど、その、あまりにも早く発症してから、あまりにも早く行っちゃうと、まあ、抗原検査、まあ、なんかね、PCR 検査とはなんか別らしいんだけど、ちょっとその辺のね、詳しいことは私はわかんないです。はい。うん。とりあえず私がやったのは抗原検査ですね。まあ、結局やったんだけど、うん。なんか、まあ、23時間、まあ、24時間経ってないからなのかな。まあ、抗原出るかな、出ないかな、出ないかもしれないな、みたいなことを、まあ、熊さん先生が言ってて、あ、マジか、と思って。せっかく、ね、来て、抗原検査やっても出ないこともあるんだみたいな、うん、その陽性だったとしても、まあ、陰性が出ちゃうみたいな、うん、まあそういう可能性もあるということだったんで、ね、まあ、先生も迷ってたんですよ、うん、やろうかな
やでもやった方がいいかな、やらないかなみたいなでも出ないかもなみたいなことを言ってて、で結局で、ね、やったんだけど、うん、で抗原検査のやり方とかについてなんですけど、あのね、あのインフルエンザの時にさ、検査する鼻にさ綿棒かなを突っ込むやつありますよね、あれあれでしたね、うん。でなんかまあ、あの妹もね、実はその調子悪いって話したっけね、昨日だか一昨日、昨日かな、うん、妹もね、ちょっと実はまあ私より症状悪くないんだけど、うん、あの、まあ、微熱37度ちょいあったり、まあ、36度ちょいを行ったり来たりみたいな、全然熱上がらなくて、うん、なんかすげえ普通に元気にしてるんだけど、まあ、妹もね怪しいということで、まあ、今日ね、今日じゃない昨日か、あの私と同じ、まあ、時間ではないけど同じ日にね、昨日、まあ、別の病院に行ったりしてたんだけど、その妹から聞いた話によると、あのやっぱね、病院によってやり方ちょっと違うみたいだね、うん。私が行ったその病院はですね、まあその綿棒でね鼻グリグリすることに変わりはないんですけど、まず正面向いてくださいって言われて、マスクと鼻を出して正面向いてくださいって言われて、あ、はいって言われて、でマスク取って正面向きますと。でそしたら、まあ、マスク取ってるんで正面には先生立てないわけですよ、多分そういうことだよね、多分ね、まあ、飛沫感染する可能性もあるからということでね、うん。だからまあ、あの後ろから、後ろに先生、熊さん先生が立って、で後ろからこうね、こう綿棒を顔の方に回してきて、でこうブスリみたいな感じでした、はい。で、あのインフルエンザのその鼻に綿棒を突っ込む検査の時って意外とすって終わった気がするんだけど、うん、病院によるのかな、やっぱね、うん、インフルエンザの場合すって入れてグリグリグリポンみたいな、うん、ちょっとぐらいかなっていう感じだったんだけど、昨日私が受けたね抗原検査の場合はね、あのじゃあ入れますね、20秒くらい我慢してくださいって言われてえ、20秒って思ったけど、そのもうえとか言ってる暇もなく、もうブスって言われて、おわおおおおおみたいなうんって感じで、もうなんとかね20秒耐えねえとと思って、うわ20秒20秒早く早く立ってくれ、う行ってうーわみたいな感じでねうん、20秒なんとか我慢しましたね、うん。まあ痛かったんで、もう涙ねポロポロって流したりねしましたけど、まあまあまあ二度とやりたくないねうん、まあ唾液でやるね検査なんかもあるって聞いたけど、まあ鼻に綿棒を突っ込むやつでしたね、はい。なのでまあやりたくないよね、なるべくであればね、うん。ちなみに妹はですね、自分でやったそうです。なんか、まあ、車で行って、そしたら車の駐車してるところに、あの看護師さんかながやってきて、その検査キットっていうか、ね、抗原検査のキットを渡されて、綿棒を渡されて、でやり方を説明されて、うん、自分でグリグリしてくださいみたいな、大丈夫かな、また声がちょっと変になったかもしれん、ごめんちょっとお待ちください。ああ大丈夫かななんかね、ちょっと急に痰が絡まりましたね、はい、ごめんなさい、ちょっと音大きくなっちゃったかもしれないけどね、はい、まあ、編集で音小さくしておきます、はいで、まあ、妹はね自分でグリグリして、なんとかね検査したっぽいんですけど、まあ、自分でやるのも嫌だよね、うん。なんか他人に無理やり強制的にやらされる方が、やられる方がまだね私はいいなと思ったんだけど、自分でさその調整してね、グリグリしなきゃいけないっていうのはちょっときついなっていうなんか嫌だなっていう気はしましたけど、はい。でまあ結果ですよね、はい。まあここまでね、まあ、喋ってきて、結局私はコロナだったのか、まあ、陽性だったのか陰性だったのかっていう話ですけどまあ今のねこの声の変わりようというか、ね、さっきのねあの、うん、
状態見れば、まあ、なんとなくで、ね、察してるかもしれないんですけど、しかも多分今回タイトルに書いてるかもね、うん、タイトルにも多分おそらくね書いてると思うんですけど、はい、結論言いましょう。はい、やっとですけど、はい、私昨日病院で抗原検査をした結果、どこ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 ドラムロールね、どこ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 ドン、陽性でした。うわー、いやわーって喜ぶとこじゃないんだけど、あの、はい、陽性でした。ということで私コロナに感染確定いたしました。ついイエーイって言っちゃいそうになるけど不謹慎だね、うん、イエーではないんだよね、うん、でちなみにね妹も陽性でした。イエーイ、イエーイ、そう、まあ、私の家はですね、まあ、私と妹の他に母親もね一緒に住んでたりするんですけど、母親はね全然症状出てないんだよね。無症状ってやつなのかな、うん、ちょっとわかんないんですけど全然ピンピンしてますね。はい、うん、まあ、ただね、何せ、顔の広いというか、地域のね、その、ママコミュニティっていうのかな、うん、人とね、まあ、交流が結構あったりする人間だから、母親はね。だから、その辺、こう、なんか、症状は出てないんだけど、無症状で、こう、周りに菌をばらまいてないかな、みたいな、ウイルスか、ウイルスばらまいてないかな、っていう心配はしてましたね。というわけで、まあ、工藤家は今、コロナ患者が2人、そして、まあ、超濃厚接触者の母親が1人、はい、います。はい。はい、まあ、結局ね、コロナになっちゃいましたよ。はい。あ、またちょっと痰が。うん。あ、ちなみにちょっと熱測ってみようか。ここまでね、まあ、18分ぐらい、17分ぐらいかな。うん。喋ってきたんですけど、ですね、今の、まあ、状況を軽く説明すると、普通にね、寒気がする。正直、まあ、今ね、デスクに座って、ポッドキャストね、撮ってる、喋ってるんですけど、まあ、とっとと布団に入ってあったかくして寝ろって言われるぐらい普通に寒気がするうん、です。ちょっと体温計入れますね。脇に挟むタイプですね。はいで朝もね熱測ったらですね、まあ熱ありましたよ。うん、普通にありましたね。おとといの夜熱測ったって言ったんですけど、その時は38度くらい、うん、まで上がって、で夜中に、まあ、眠れなくて、うん、うなされてね、うん、熱である時って、まあ、頭が痛いせいなのか熱があるせいなのか分かんないけど、なんかあんまり熱気良くなくないですか。なんかね、うなされるというか、うん、何度も寝返り言ってね、まあ、眠れない、暑い、苦しいみたいなね、うん、そんな状態が続いてて、で夜中ちょっと目覚めて外熱測ってみようかなと思って、で38度ぐらいだったかな、うん、で朝起きたらね熱が急に下がって36度台に下がって、しゃあ治ったと思ったら、夕方、まあ、昨日の夕方また熱が上がり始めて、で昨日の夜は38度2分までまず熱が上がるというね、まあ、ぶり返しっていうのか分かんないけど、うん、結構ね熱が上がったり下がったりを何度か繰り返すみたいなね、うん、なので、まあ、元気になったと勘違いするよね。はい、結果が出ました。果たして何度なのか、今、8月7日の日曜日の朝6時51分の時点での体温は出ました、38度2分。はい、熱上がってます。イエーイ38度2分でございます。はい、というわけでめちゃくちゃ調子悪いです。はい、でまあポッドキャスト、うん、まあ、毎朝やってますけどはまあなんとかできるかなという状況ですね。うん、頑張れば、
まあやらない方が、まあ、体調的にはいいのかもしれないけど、まあ経過を報告する意味でもね、まあ何かしら喋った方がいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、とりあえず体調が良くなるまでは、まあ、あまり長いこと喋る配信は控えようかなと。まあ、コロナの話になるかな、もしかしたらね。まあ、あんまりコロナの話ばっかりするのもちょっと憂鬱だから、まあ、アニメの話とかもね、できたらいいなと思いますけど。はい。はい。やばいやばい。また声が。で、そうだ。昨日行って、まあ、行った時は、まあ、軽症というかね、熱もなくて、ほとんどね、まあ、無症状ってわけじゃないんだけど、かなり元気だったんですけど、そしたら、診断としては、まあ、陽性の反応出たんだけど、めちゃくちゃうっすら出たんだよね。その、くまちゃん先生が、まあ、出るか出ないかなって心配してた通り、まあ、出るか出ないかなって、本当に瀬戸際だったっぽくて、本当にね、うっすら出たんで、まあ、陽性っていう形にはなったんだけど、で、なんていうの、その薬とかに関してなんですけど、なんかね、その元気だったせいもあってか、私ね、軽症かつリスク、重症化リスクが低いっていう診断になったんだよね。多分ね、元気だったせいなんだよね。今の状態鑑みると、どう考えても軽症っていう状況では、まあ、重症かって言われると別に重症ってほどでもないけど、ね。重症の人って本当にね、もう動けないような状態なのかな。入院したりとかさ。って状況だと思うんですけど、私はまあ、普通に自分でまあ、なんとか、よっこらせーみたいなね。まあ、だいぶ動きのろいけど、まあ、なんとか動ける状況ではあるんで、まあ、重症っていうほどではないんだけど、まあ、軽症。まあ、普通なのかな。私ね、潰瘍性大腸炎の、ね、薬ってさ、まあ、ヒュミラっていうね、自己注射の薬を使ってるんですけど、あれがね、まあ、自分の体の免疫をね、下げる薬なんですよね。まあ、潰瘍性大腸炎自体が、そういう免疫の、まあ、異常反応みたいなところがあるので、まあ、そういう免疫を下げる、ね、薬をあえて使ってるんですけど、まあ、それが裏目に出たりね、すると、まあ、普段の他の人にね、ちょっと症状が 出たりとか、その可能性もあるんじゃないかなっていう感じはしますけどね。で、薬はね、出されませんでした。はい、特には。なんかね、もうね、軽症の場合は対症療法っていうのかな。まあなんかね、熱が出たら、まあ、解熱剤を飲むとかさ、ね。っていう方法を取るしかないらしくて。まあ、私実際ね、ロキソニン飲んだりね、してるんですけど。まあ、そういうことをして、なんとか、乗り越えるしかないらしいです。はい。まあ、重症化の場合は、また違うのかもしれないけどね。はい。で、なんだっけな、薬だけじゃなくて、療養の方法についても2択で聞かれて、自宅療養するか、それともホテル療養するかっていうね、2択で迫られまして、で結果、まあ、今自宅にいるからね、まあ、自宅療養を選んだわけなんですけど、まあ、自宅療養の場合、まあ、特にね、一人暮らしの場合はいいんですよ、別にね。一人で暮らしてるわけだから、まあ、家族に移す心配もないしね、いいんだけど、ただ、とりあえず10日間、自宅で療養しなきゃいけないっていうことになるんだけど、まあ、私の場合、実家に住んでてね、まあ、さっき言った妹とかで母親もいるとね、で、まあ、自宅療養する場合は、例えばトイレを別にするとか、あとはまあご飯食べるときも、時間帯ずらしてね、同じ空間にいないようにみたいな、ことをしなきゃいけないらしいんだけどね。って言われてもさ、うちね、トイレ1個しかないのよ。そんなトイレ何個もあるね。お金持ちの家じゃないので、ねえ、あんたはこのトイレ、あんたはこのトイレみたいにはできないわけですよ。厳しいね。まあ、そういう場合はホテル療養を選んだ方がいいとは思うんだけど、まあ、ホテル療養なっていう気もするんだよね。まあ、ホテル療養になったらさ、まあ、Wi-Fi とかはあるから、まあ、配信したりとかはできるのかもしれないけど、まあ、いろいろ準備するのが大変だよね、ホテル療養ってね。まあ、私の場合はパソコン、
とかもね持ってきたり持ってったりしたい人間ですし、うん、まあだからね、でまあホテル療養ではなく自宅療養を選んだわけなんですけど、まあほぼねもう家族みんなもう明らかに感染、母親も含めてね、うん、不感染してるような多分状態だと思うので、まあ、今更気にしてもっていう感じもするんだけどね、うん、まあそんなこんなで、はい、まあ自宅療養することになりました。はい、いややばい、またちょっと頭痛くなってきたはい、まあちょっとね喋りすぎたかな。はい、熱が38度2分ある人間がやることじゃねえよな、うん、休めてな、うん、まあまあまあでもね、なかなか、まあ、熱こうやって38度出すこともそんなにないと思うので、はい、まあ、一応記録に残しておこうということで、はい、喋ってみました。はい、うん、まあ熱上がったんでまた薬飲まなきゃダメかな、ロキソニンとかね、うん、はい、まあ、ゲーム実況に関してはやっぱりちょっとお休みに形になるかな、うん、できればね10日からヘブ版のね水着イベント始まるからさ、まあ、10日から始められないにしても、まあ、できれば10日までに今のねイベントストーリーはクリアしたかったんだけどね、ちょっと厳しいかな、うん、あと2回分で終わると思うんだけど、90、まあ今日明日でね症状が回復してくれば、うん、まあできなくはないんだけど、ちょっとあまりにもね熱が高くてね、ちょっと寒気もするからさ、ちょっとさすがにゲーム実況は控えておこうかなと思います。はい、ポッドキャストはね、まあ、いつも通りやるつもりです、頑張りますもしかしたらね、今まあデスクに座って喋ってますけど、もしかしたらスマホを枕元に置いて寝ながら喋るみたいなこともやるかもね、うん、まあそういう時でしかできないことにチャレンジするのもありかもしれないですけど、まあまあまああまり無理せずにねやっていこうと思いますんで、はい、まあ、昨日も言いましたけど、あの来週のねスペースに関してはあのやるつもりですんで、もう意地でもね意地でもやるつもりなんで、あのはい、安心ください。うん、まあコロナで熱があったとしてもやるつもりです、私はね、根性で根性で、まあ、布団にぐるぐる巻きになりながらでもやるつもりなんで、はい、どうかよろしくお願いします。はい、というわけで、今回の配信は以上となります。はい、途中ねちょっと咳したりとか、急にちょっと音がバーンってでかくなったりして聞きづらい点もあったかと思うんですけど、はい、まあちょっとねあのだいぶ体調が悪い状態での収録となってますので、まあそこはなんとか許していただけると嬉しいです。はい、それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。